どうも、ウェダックスです。ドーンが鳴ったらすごい。ハーブリスクもあれ、本日はレノボのノートパソコン B590 をですね、こちらを SSD、 こちらをハードディスクのままでですね、実際どれぐらい起動の速度が変わるのかテストしてみたいと思います。で、使ってる、SSD なんですが、アダタの SP600、7000円ぐらいで売られてます。 128GB、 リーズナブルですね。お手軽に使えますが、多分スピードはそんなに速くありません。はい。で、元のハードディスクはこれが入ってました。ではですね、起動の模様はですね、この前作ったですね、カメラです。レンズを単焦点からズームレンズに変えています。これで、パソコンの動きをお送りしたいと思います。でですね、電源を同時に入れたいのは入れたいんですが、僕一人しかいないので、ハードディスクの方から先に入れて、すぐに SSD の電源を入れます。ではですね、ハードディスク入れた、 SSD 入れました、はい、右はもうレノボ出ましたね。左レノボ出て Windows 起動しています。起動しています。起動音が鳴ったらですね、ゴールとします。今ハードディスクの方が早い。 SSD が追っかけている。はい、来ました。 SSD ここからですね、何秒ぐらいかかるかですよね。30秒。画面は出ましたが音がまだです。まあ多分大体20秒以上ですね、の差があったと思います。 SSD に変えるとですね、こうやってハードディスクのアクセススピードが上がることにより非常に快適になります。ただですね、そんなにいい SSD ではないのと、パソコンのスペックがそこまで良くないので、思ったほどですね差は出ませんでした。まあでも投資に見合った分の活躍はしてくれると思います。はい、こんな感じで、SSD に変えるとですね、ノートパソコンが快適に使えますよということです。はい、今日はこれで終わります。ウェダックスでした。左レノボ出て Windows 起動しています。起動しています。起動音が鳴ったらですね、ゴールとします。もっと今ハードディスクの方が早い。 SSD が追っかけている。はい、来ました。 SSD こっからですね、何秒ぐらいかかるかですよね。30秒。画面は出ましたが音がまだです。はい、今多分大体20秒ぐらい。